新しい1年が始まりました。今年もどうぞよろしくお願いします。今回のビビビの美は、新しい年の始めにあたり、美術博物館の収蔵品の中からおめでたい画題の作品を紹介します。まずは初夢で見ると縁起が良いとされる一富士二鷹三茄子の作品です。こちらは松林慶月の霊峰富士。富士山は日本一高く、日本を象徴する山でもあります。霊峰と称えられる富士、この作品の富士は山頂に白く雪をかぶり、中腹に雲がたなびいている姿で、優美な中にも厳かな印象を受けます。続いては大葉学船松鷹図。鷹は威厳のある百鳥の王ということで、縁起が良いとされています。獲物の小鳥を狙っているのでしょうか。学生の作品からは鷹の鋭さが伝わってきます。3つ目は岸田流星那須図吉夢の花。一見すると何の果物が書かれているのかなと思いますが、吉夢の花とあることから那須と分かります。岸田流星が徳山滞在中に描いた作品です。他にもお正月らしい縁起の良いものが描かれている作品を紹介します。朝倉南陵竹亀図松鶴図。こちらは松と鶴、竹と亀が描かれている2つで対となる掛け軸です。鶴は千年、亀は万年と、鶴と亀は長寿の象徴です。また松と竹は風雪や寒さに耐えて冬でも緑を保っていて、松は強い生命力を、竹は成長が早いとして縁起物として描かれます。縁起の良いものが組み合わされて描かれています。お高い線壁刀鳳凰図。鳳凰は中国の伝説上の霊鳥です。竹の実を餌とし、古刀の木にしか止まらないと言われています。鳳凰が現れると天下太平になると言われていました。今回紹介した作品を描いたのは、山口県や周南市にゆかりのある画家たちです。おめでたい作品を紹介してきましたが、皆様にとっても今年が素晴らしい年になりますように。